秋夫深夜の音楽層1その部屋は10畳ぐらいの広さで床には一面にアンペラが敷であった厚い壁に貼った花模様のある壁紙はどす黒くすすけてところどころ破れていた 黒ペンキを塗った鉄のベッドと小さいテーブルとそれからぐらぐらに緩んだ椅子が一つあったドアの外には開花へ通ずる階段があったこのみすぼらしい2階のたった一つの取り柄は思い切って大きい上げ下ろし窓が2つ並んでいることで止める人と貧しい人の区別を知らぬ暖かい太陽が。 ガラスを透かして毎日この部屋を訪れた。この窓から下をのぞくとそこは青く恵んだ洋流の並木のある狭い横丁になっていてそれから一丁ほど離れたところに電車や自動車のひっきりなしに通るにぎやかな北新線路の大通りのあるのが見えるだがこの部屋の主であるところの戸川は もうここへ来てひとつきにもなるのだけれどまだ一度も窓から首を出したことがなかった彼は生まれ落ちた時から世の中の美しい色や明るい光を見ることのできぬ完全な盲目であった戸川は卵の殻のような血の気のない皮膚をした小柄な低金家でいつも色の合わせた鉛尾服をズボンだけはちゃんと折り目をつけてきていた 尾服を着るのは好きではなかったけれどもほかに着て出られるような服は一つもなかったガネをかけていないので彼が盲目であることは誰にも分かった56年前には東京でラジオの放送もしたし蓄音機に吹き込んだこともあったし演奏会に出たこともあった彼が吹き込んだジョスランの子守歌は すばらしい出来でもあったしプレスもよかったので一時大変な評判になったがどうした風の吹き回しかこの頃では誰も彼を顧みなくなったその戸川がどうしてまたこんな知人一人いない上海まで流れてきたかというとただ船の3頭の切符を買うに足る金が入ったので急に思い立ってやってきたというまでである。 荷物はスートケースーーケが1つとバイオリンだけだけった。そのスートケースの中には今は時代遅れになった小さい携帯用の蓄音機もあった2階の窓下に「バイオリン教授戸川」という白ペンキ塗りの看板を掲げて日本語と英語の5つの新聞に順々に就職の広告を出したがいつまでたっても 手紙らしいものはどこからも来なかった太陽が昇って小鳥が朝の「讃歌」を歌い出すと彼は目を覚ましてフライパンでベーコンを焼きパンを切って食事をしためったに外に出ないで終日バイオリンの練習をし疲れると仰向けに寝そべってぼんやり草外の音響に耳を澄ました開花はシタン細工の家具屋だった しかし店に家具を並べとくのはほんの申し訳だけで実はコカインの密輸入者だったその証拠には昼間亭主が店にいたことはほとんどなかったしお客もめったに買いに来なかった2だが ここのの単調なな川の生活が妙なことから破れてきたある朝珍しく散歩に出て帰ってくると扉を開けると同時にプーンと強い鼻の匂いが部屋の中から漂ってきた戸川の部屋に鼻の匂いがするなんてことは全く不調和なことで彼が不思議に思ったのも無理はないのである。 テーブルに近づいて探ってみるとあふれるばかりのフリシアの花が大きな花瓶にさしてあった彼は前かがみになって両手の手のひらを花に当てしばらくその花のにおいをむさぼるように嗅いだおかみさんが階段を上がってきた「戸川さん今花屋がその花を持ってきましたよ花屋がええ。 おさんがもってきてくださったのかと思っていましたあらあなたがご注文なさったんじゃないの家を間違えたんだ確かに戸川さんと言いましたよどこの花屋です僕はこれから返してきます上海には花屋がたくさんあります黙ってもらっときなさいよおさんが下に降りると、 彼はベッドに寝そべって誰が花を送ってよこしたのだろうと考えてみた一度も思い出したことのないような昔の顔を次から次と思い起こしてみたがこの上海に来ていそうな友達は一人もいなかった結局花屋が何かの間違いで持ってきたと解釈するよりほかはなかったそうは考えてもとにかく退屈な彼の生活には 確かに大事件に違いないのでなんだか奇跡的なうれしいことが自分を待っているような気がしてしかたがなかった日が暮れてベッドの中に潜り込むと闇の中に漂う甘い花のにおいが毛布といわず枕といわず染み込んで悩ましいほど戸川の観能を刺激したそれから3日たつとまた花屋が花を持ってきたがこの時には 海下からおかみさんが都川を呼んだので、急いで下に降りてシナジンからヘリオトロープの花束を受け取ることができた。誰から？知らない。人違いだろう？あなた都川さんあるか？そう。手紙でお金を送ってきた。手紙出した人わからない。 っにいと書いてあったけれどもその次の日にめったに手紙というものを受け取ったことのない彼のところへ一つの手紙が配達されたのでこの花の送り主もおぼろげながら想像できたその手紙をおかみさんに読んでもらったらこう書いてあった戸川さん。 あなたのバイオリンを聞かせてください。私はそれを非常に熱望しているのですもしお聞かせくださるなら明日の木曜日の午後1時ガードンブリッジの公園に近い手すりに持たれて待っていてくださいお迎えに行きますこの手紙を戸川は女将さんに2度読んでもらったそして 手紙の文句をすっかり暗記してしまった女将さんの話によれば差出人の名も書いていないけれど女の文字に違いないということだったそれが彼の想像を余計に煽り立てた一人になると封筒の中から4つに畳んだ中身を取り出し何か秘密でも見破ろうとするように嗅いでみたり顔にこすりつけてみたりしたが その手紙には西洋の女がよくするようにラベンダーやローズの香りはしませてなかった約束の日に橋のたもとにたどりついた彼は懐中時計のふたをパチンと開けてガラスのないダイヤルの針を探ってみた一時五十分やっと間に合った。 盲目の音楽家は5月の風に吹かれながら片手にバイオリン片手にステッキを持って公園に近い手すりに持たれて待ったしばらくすると前に自動車が止まって小刻みの靴音が近づく気配が感じられた「あなたが戸川さんでしょ?と」と女の声が言ったそうです花とお手紙をありがとうございました。 戸川はシルクハットを取って軽くえしゃくした。女は彼の腕を取って、どうぞこちらへ。あの手紙は私が代筆したんですけれど、バイオリンを聞きたいというのは私じゃないのです。誰ですか今にわかりますよ。女が笑いながら答えた。二人は並んで自動車に腰掛けた。 女が何やら品ごで運転手にささやくと静かに自動車が動き出した戸川は薬のにおいと絹ずれの音とによって自分と並んで座っている女が看護婦であることをはっきり想像したが口へ出しては何も言わなかったやかましい雑踏をかき分けながら町の角をいくつも曲がってかなりの距離を走ったと思うころ 二人を乗せた自動車は、静かな通りに折れてぴったり止まった。盲目の戸川は、女に腕を持たれたまま自動車から降りて、広大な建物の石段を登った。病院ですかよくおわかりですね。なんという病院ですセント・フランシス。こちら、エレベーターに乗りましょう。 エレベーターに乗ると看護婦はボウイに向いて4階と低い声で言った4階の長い廊下には厚いじゅうたんが敷いてあってその上を軽やかな靴音が幾度もすれ違ったその廊下を50歩ほど歩くと看護婦が立ち止まって扉を開けた2人は中へ入った 物音の反響や空気の圧力で、小さい部屋だことが彼に分かった。お連れしてまいりました。ご苦労様」と、初めての女の声がした。僕が戸川です。よろしく。さあ、どうぞ。おかけください。盲目の音楽家は、バイオリンを下に置いて椅子に腰掛けた。看護婦さん、 用事がありままししたらら。ベルを押しますから看護婦が出て行くと女の患者はひとしきりご本ご本苦しげにしわぶいていたが途切れ途切れに話し始めた「あまり出し抜けで失礼ですけれどまず私の身の上話から聞いてください」「私は真庭民江というびっこの女です」 小さいさににれて、右ののが不自由になったのです。学校へ通うころはほかの人がおもしろそうに体操や遊戯をしているのを一人で窓から見ていましたきちんとした靴を履いて小鹿のように歩く友達をそのころどんなに羨んだでしょう3年前に父を訪ねてビエンナに行きましたが 私はそこで胸を患いましてゼンメリングの高い山の中のサラトリアムで療養したのですけれど病はおもるばかりでしたでどうせ死ぬるなら母の墓のある日本でと思いましてナポリまで父に送ってもらってそこから小国丸に乗ったのですところがインド洋で船酔いと暑さにめっきり弱りまして シンガポールで降りようか香港で降りようかと思ったのですがやっとここまで辛抱しました長い間気境術を続けていたために私の心臓は今では右側へ移動しているんですそれに胃腸が弱っていて栄養が取れません一日一日と衰弱してゆくばかりですもうダメです戸川さん ももういつかとも持ちますます盲目の音楽家はなんと慰めていいかわからなかったので黙って聞いていたしばらく休むとまた女が低い声であえぎながら話を続けたこの部屋は4階です私はここに寝ていながらいつも上海の街の屋根を見ています。そのずっ と近いところのすぐ下にあなたのお部屋がよく見えるのです。あたりが騒がしいので音はちっとも聞こえませんがあなたは部屋の中で降っても照ってもバイオリンを弾いていらっしゃいます。見舞いとしてもそれが見えるのです。日が昇ってから沈むまでのあなたのお部屋の中の生活がまるで 朝から晩まで歌うカゴの中のカナリアを見るように手に取るように小さくはっきりわかるのです私はそれにだんだん興味を持ち始めましたそしてこの間付き添いの看護婦さんに頼んであなたのお名前を調べさせたのですそれから花を贈りました 花の香りを嗅いで喜んでいらっしゃるあなたの姿をここから見まして私どんなに嬉しく思ったでしょうそれはカナリアに葉っぱをやって喜ぶのと同じ心理ですよ盲目の音楽家が笑った「あらごめんなさい」と女もちょっと笑って「そんな意味でお花をお送りしたのじゃないんです」 本当のことを言いますと死ぬ前に一度人から愛してもらいたいのです。私は今まで肉親以外からは誰からも愛されたことがございません。自分には恋をする資格がないからいくらこちらから思ってみてもしようがない。といつもこう観念していましたので。 そのために心が氷みたいに冷たくなってそこでは若々しい愛の目も初めから膨らむ暇がなかったのですけれどももう私の命も4日か5日ですそして自分はこのまま死んでしまうのか誰の口からも愛の言葉一つ聞かないで 白い灰になってしまうのかと思うとじっとしていられないほど情けないのです死ぬ前にたった一度でいいですからバーンズの詩やツルゲーネフの小説にあるような恋の模倣をしてみたいのです他の人と同じような喜びを一度だけ経験してみたいのです 手を握らしてください盲目の音楽家は哀れむように椅子を引き寄せて素直に片手を前に出した瀕死の女は柔らかい骨ばった両手で彼の手を握ったしばらくすると女があえぐように言った一口でいいんです。 私を愛すると言ってください。私はその言葉に飢えているのです盲目の音楽家はしばらく顔の筋一つ動かさないで黙っていたが「ティアモ」と低い声でささやいた「なれを愛す」という。 イタリア語です。もうと女はびっくりしたようにどうしてイタリア語をお使いになるんですでもありがとうこれで満足して死ねますこれがあなたの心の底から出た言葉ならもっと嬉しいのですけれど。 彼は自分はとても尊いあなたに向いて安っぽい「愛する」という言葉なんか勇気になれないその日本語は汚れて俗悪になっていて今の自分の心を表現することはできないそれより親しみのない外国の言葉の方がかえって自分の心を表すのに都合が良いのです という意味のことを説明したかったけれども常からあまり話が巧みでない彼はその説明の言葉にまた裏切られることを恐れたので心の底から出た言葉ですとただこれだけ答えた女は言った「バイオリンを聴かしてください」「何を弾きましょう?」 何でも。盲目の音楽家はバイオリンの調子を合わすと中国地方の子守歌を弾きそれから彼が最も得意とするジョスランの子守歌を弾いたそれが済むと2人は音楽の話それから戸川の身の上話などしたそして明日の朝また来ることを約束して 看護婦に連れられて部屋を出た4翌朝暖かいベッドで目を覚ました戸川は夢うつつの間で深い森の小の中を無数の小鳥が飛んだり跳ねたりしながらピーピー鳴いているのを聞いたその鳥の鳴き声はいつの間にか メンンルゾーのの春の歌になっていたそのうち春の香りが彼の鼻を襲ったそして昨日の不思議な面会を思い出した彼の心がこの数年来かつて経験したことのない歓喜に震えたそして女が言った言葉を一つ一つ思い出して反数したやがてベッドから飛び降りると いいそいそと食事をし約束のくじが来るのを待ちかねたようにバイオリンを小脇に抱えて聖フランシス病院の石段を上ったそしてエレベーターを出ると昨日と同じようにじゅうたんを敷いた廊下を50歩歩きそこの扉をコツコツたたいたいくら待っても返事がなかったノブを回してみた扉には鍵がかかって 部屋のなに人がいそうな気配は感じられしかったがないので廊下を通りかかった一人の看護婦を呼び止めて聞いた真庭民江さんの部屋はここですかお気の毒ですが真庭さんは昨夜1時頃急に心臓が衰弱してお亡くなりになりました ドキン、と胸が波打った死体は地下室の支室です証拠をしたいのですがどんなお方か知りませんがそれはダメでございましょう上海にはご親戚もお友達もおありにならないということで神戸から電報が来るまで死体に鍵をかけてあるのです本当にお気の毒でしたわ 看護婦は言うだけのことを言ってしまうとさっさと行ってしまった下宿へ帰るとベッドの上に力なく横になって「もっと彼女に自分の心を話せばよかった」「もっと彼女を喜ばせ安心させてあげればよかった」とそれが心残りで苦しかった人もしごろになるとおかみさんが呼んだ。 戸川さんお手紙よお入りむっくりベッドから起き上がった女将さんが手紙を持って部屋の中へ入った今来たのこないだの手紙と同じ字よ読んでください封を切る音それから手紙を広げる音戸川さん もうダメです。あなたのティアモをこの世の嬉しいお土産にして私は喜んで死にます妙なことをお願いしますが私が死にましたら誰にも話さないで星のある晩の10時にエレベーターで病院の5階へ上ってくださいそれからエレベーターのすぐそばの階段を上がって 屋上へ出てください。階段から3軒離れたところにベンチがありますからそこで5時間お待ちください3時になりましたらベンチの正面へ向けて3軒ほど進むとコンクリートの高い壁がありますその壁に沿って右に10軒ほど進んでくださいそこに高さ3弱ぐらいの手すりがありますから 「それを越えて手すりに沿って10歩左へ行ってください」すると右側に階段がありますその階段を上りきったところで「バイオリンをお弾きください」これが私の最後のお願いそして私の風変わりなお葬式ですこの手紙を、 彼は三度繰り返して読んでもらったそして手紙に書いてある時刻と地理をすっかり覚えてしまった5押し重なる屋根の平原の上に静かに夜の闇が降りた空には星が出て地には 町の明かりが限りなく広がっていた。広報校のあたりからけだるい。船の汽笛が響いた。風が死んで。妙に生ぬるい夜だった。10時になると聖フランシス。病院の屋上にどこからともなく、湧き出たように1人の盲目の音楽家が現れて。静かにそこのペンチに腰掛けた。 両足を組んで座ったままいつまでたっても彼は身動きしなかった死んでいるようでもあれば居眠りしているようでもあった明かりが一つもない屋上は暗い闇に包まれていたからもしここへ誰かが来たとしても彼の影をコンクリートの一部と思ったに違いないそれほど彼は建物の一部になりきっていた だが彼が身動きしないのは人目を恐れているからではなくてもう幾年かの苦闘に疲れ果て動くだけの気力が消耗していたのだできることならこのまま永久に休息をしたいと思うほどだった夜が更けるに従ってはるかの下の町のざわめきや自動車の響きがかすかになってばらまいた町の伝統が 一つ消え2つ消えしていったそれと同時に頭上の星は今までより一層強くたくましい光を増してさながら人間の生活が休止すると同時に妖怪や神や死人の魂の生活が始まるのを暗示しているように思われたけれども無論盲目の戸川は それらの星や伝統を見ることはできなかった彼はただ大都会が深い沈黙に閉ざされるとともにあちらの物陰こちらの隅にうずくまっていた形のない魂がひそひそささやき始めるのを感じるだけだった指先に触れる懐中時計の針が3時を指すと彼はむっくり立ち上がってケースの蓋を開け左手にバイオリンを抱え 右手に棒を持って自動人形のように胸を張って歩き出した幾年ぶりかに彼はステージに進み出るような張り切った厳粛な足取りで歩いたもっとも今度の聴衆は前のような華やかな聴衆ではなくて高い星の間から涙ぐんだ瞳で見つめている死人の魂である彼は三軒進むと。 コンクリートの壁にに沿って右に十軒歩いた。そこには手紙に示されたごとく三尺の高さの手すりがあるその手すりを飛び越すと左へ10歩進んだもしこの時誰かがそばから見ていたら彼が6階のビルディングの断崖の縁を歩いているのに気づいて驚愕の叫び声を上げるであろう だが彼はどこまでも手紙の文句を信じていた彼女の願いによって深夜の音楽葬をするためにはまたも一つの階段を上らねばならぬ10歩進むと何のこぎするところもなく右側の階段を上ろうとした途端に彼は6階の屋上から真っ逆さまに墜落した 極度の肉体的な苦痛は当然精神的の苦悶を伴うものと一般には信じられているだが6階下の敷石に粉砕されて血まびれとなった彼はもう精神的の苦悶はもとより肉体的の感覚さえ麻痺して感ずることができなかったただ精子の間をさまよう、 混沌とした意識の中で、女が深や自分を招き寄せたのは音楽層のためではなくて死の道連れにするためだったのだと気がついたそして不思議にも彼はその事実に無情の歓喜と満足を覚えながら「民家民家」テ「ティアモ」「ティアモ」と 叫び続けたのであるが、無論これは口から出る声とはならなかった。それから数日経ったある夜、おかみさんと庭主がテーブルを囲んで話していた。バイオリンは惜しかったが、この蓄音機は五円にはおれるぜ。十円は太鼓板よ。だれ。 つおかみさんがレコードをかけると6年前の戸川が吹き込んだジョスランの子守歌が鳴り出した元の椅子に腰掛けたおかみさんはテーブルの上の封筒をいじりながら「この石は本当に1万円もするんでしょうか?」「お前も案外すご腕だ見せろ」 が手を伸ばして封筒をさっと逆さに振ると一枚の手紙と細い金鎖の先に大小数個のダイヤを飾ったペンダントがテーブルの上に落ちた手紙にはこう書いてある「戸川さんもうダメですあなたのティアムをこの世のうれしいお土産として私は喜んで死にます」 ののはです。少なくも1万円には売れるそうですからこれで旅をお続けになって立派な音楽家になってください次の世ではあなたも盲目ではなく私もびっこでなく神様にかわいがられて2人で幸福に暮らしましょうディアモったら何でしょうねえ えーっと、と聞いたことがあるぞ。今度売り出した薬の名だろうカルモチンの兄弟さ盲目とびっここの陽気な笑い声をあざけるように寂しいジョスランの子守歌は高い夜空に。 いつまでも響いた。ご視聴ありがとうございました。瀬能脇尾作の他の作品は。他にもこのようなものを朗読しております。そして。最新の朗読動画はこちらです。どうぞ。合わせてご視聴ください。